インターネットテレビビル増刊号編集長の山根です。白田さん、よろしくお願いします。お願いします。総選挙後ですね、このチャンネルには山口紀之さん、そして畔蒜瑠唯さんがご登場いただきまして、総選挙を総括いただいたんですけども、この2人前座についに我らはビル増刊号メインコメンテーターの白川司にこのお二人を超える政治論評をしていただきたいんですが、すっごいハードル上げるな言っときますけれども、日本で政局語らせたらトップ5の2人だよそんなもんだからその後の3人の中に白川司が入ってるじゃないですか。政局知らないただまあ自分なりの意見はありますので一応でまあ今後のそうですね、各党の方向性といいますか、今後の展望を順々に見ていきたいと思います。自民党なんですが、これはもう勝利と言っていいんですかね。勝利ですよ、もう。なんかね、これなんで勝ったか実はよくわかんないよね。山口さんだってなんか勝った理由みたいなのは喋ってないでしょ。あれ結局みんながこううまい具合に倒れたとかね、よく分かんないんですよ、なぜ勝ったかって。ただその岸田さんは持ってるなっていうところはありますよね。あまりにタイミングが良すぎた。で一番のタイミングの良さってコロナなんですよ。コロナがこんだけ、感染者が減った中で選挙があったっていうのは、これねすごくこうタイミング良かったなと思いますね。逆に考えると一番かわいそうなのは菅さんですよねまあでもここへ来て、菅再評価路線みたいな感じになってるんで、せめて、報われた感じはしますけれども。まあね、ただ菅さんの遺産で岸田さんは勝ったっていうふうに見るのが私は正しいかなと思うんですね、これに関してはね。岸田さんってあらゆる今までのこの23ヶ月、あらゆるものが岸田さんの方に向かってるなっていう、総裁選のタイミングとか、総裁選の安倍さんの神風とか。ね、すごいですよね。で今回も結局高市さんっていうのがいたから結構盛り上がったっていうのあるじゃないですか。で高市さんは総裁にならなかったんだけれども、とりあえずそこそこのポジションについて岸田さんを支えるみたいな二大スターになったっていう、これも結局、高市さんの花っていうのを岸田さんがうまく利用してるっていうのがありますよね。だって岸田さんがそんなにうまくやってないなっていうのは、甘利さんを幹事長に据えたってことでもう見え見えじゃないですか。甘利さんを幹事長に据えたら失敗する。それ多分山口さんもそうおっしゃるの、これうまくいかないって。うまくいかないですよ、だって甘利さん、だって金銭問題が片付いてないから、甘利さんは責任ないんですよ。あれは秘書のせいだったんで、財務処理しなかった秘書のせいなんで、甘利さんは悪くないんだけれども、その、悪いっていうイメージを払拭しないまま官房長官に据えたことによってこれやられちゃったじゃないですか。で結局甘利さんは辞めざるを得なくなったわけで、こう岸田さん大失態ですよ。でこれ過去残りますよ、ずっと、残るんだけれども岸田さん勝っちゃったっていうのは、これラッキーとしか言いようがないですよね。だから逆に言うと、俺どうなんでしょうね、ラッキーなのは勝っちゃって、悪くはないんでしょうけど、今後相当不安じゃないですか。不安なんですが、なんかね、運のいい人ってやっぱ政治家のなんか一つの条件みたいなとこあるので、過感は残るだろうし、なんか内紛っぽいのいっぱいあると思うんだけど、なんとなく岸田さんでやっていくのかなっていう、もしかしたらこのまま長期政権でいくんじゃないかっていう雰囲気まであるっていう。運頼みつまりね、これね、岸田さんの運の良さって結局あの人が邪心がないところから来てるんだと思うんだ、多分。他の人みたいにこうなんていうのかな、こう欲とかね、野心みたいなのないじゃないですか。なんか妙にこう誠実じゃないですか、ああいう人ってね、うまくいったりするんだ、周りが盛り立てて。少なくともこれで誰か寝首かいてね、岸田さんなんか追い落としたらその人恨まれますから、そういう状態でうまくいくっていう可能性ありますよね。それ安倍さんがそうだったでしょ。安倍さんって結局寝首、石破さんとかいたけど、そういう一部の例外除いてやっぱ盛り立てていったじゃないですか、悪い人じゃない、いい人だからっていうことで、やっぱ人格って大きいんですよ。別に菅さんの自覚が悪いっていう話はしないよ、ただそのピュアな部分っていうのがある人ってやっぱりそういう運の強さってあるんでね、政治家ではね。だから意外とうまくいくのかな。ただ、これね、岸田さん気をつけなければいけないのは、菅さんの遺産で勝ったんだけど、菅さんはとんでもない負債を残してるの、うん、それが大阪なんですよ。うん、つまり大阪の維新と菅さんって通過になったでしょ、そのことによって大阪自民っていうのは壊滅状態になったわけ、でそれが今回の結果なんですよ。要するに維新があれだけ大勝したっていうのは菅さんなのよ。菅さんが大阪自民に手こ入れしないで、維新の肩入れをしたがために大阪自民は壊滅して、維新が大阪を分取ったわけなんですよ。これねやばいですよ。だって維新って普通の政党じゃないもん、言っちゃうけど、どう普通じゃない、短い時間じゃ喋れないじゃあまた改めて動画にしましょう。はい、まあね、私はちょっと警戒してます、維新に関しては。はい、だからもう橋下徹さんの時からずっと、あ、そうだ、動画でも喋ってるんだよね、維新のやばさ。維新はまあたびたび話してますね。話しますよね。要するに中央政府からの影響力を排除して、なおかつ親中派ですよね、竹中平蔵さんとか、SBI の北尾さんみたいなところとつながって、中国の技術とか資本を入れようとしてるっていうことは、今関西が中国化するかもしれないという瀬戸際に来てるわけですよね。つまり大阪という親中独立国家を日本の中に作ろうとしているという、まあ極端に言えばね、まあそこまであれ、まあ実量もっといいからまあ要するに関西圏という。ちょっと中央政府から離れたところを作ろうとしてるかもしれないなってことですよね。はい、そういう意味ではちょっとこれ岸田さんは気をつけていただかないと、大阪はもっとこう大阪自民をてこ入れしてね、強くしていかないとちょっとまずいんじゃないかなと思いますね。はい、続きまして、はい、公明党ですよ。公明党はね、もう、結局公明党ってほら大阪で維新とつながったでしょ。はい、で国政では自民党とやってる、何考えてんだろうと思うね。そのねじれはありますよね。大阪自民は共産と手組んでるじゃないですか。だから大阪っていうだから分かんないですよね、この在京のものとしては。結局ね、あまりに、大阪自民が弱まったがために味方がいなくなったってことですよね。で公明党って結局強いところにつくから離れちゃったわけじゃないですか。それと共産としか残ってなかったってことじゃん。ここまで追い込んだの菅さんだからね。あるいは二階さんだから、これね本当に早く立て直してもらわないと大阪大変なことになるんで、また大阪の話になっちゃったで公明党は結局こうそういう付録政党、ちょっと悪い言葉だけど、っていう部分があるので、まあ利用するしかないですよね、そうやってね。ただ親中ぶりっていうのが最近ひどくなってて、これね自民党としてはやっぱ維新と国民新党と組んで、会見をやるぞっていうところで公明党を動かしていかないといけないかなというふうに思いますね。だからやっぱりもう国民と、維新に関しては野党に入れると半分ね、という覚悟がいるかなと思います。はい、続きまして立憲民主党です。これはもう立憲民主党に関してはもう共産党と組んだ毒まんじゅう食らったということで、もう今後は左傾化していくでしょうね。僕は決まりです。枝野さんが代表を降りて、新代表になっても左傾化は止まらない、じゃなくて新代表から左傾化が始まると思います。あ、そうですか。枝野さんよりさらに、枝野さんだと1か2分の正当性、要するに1の自民党と、革新政党で、その半分のっていうのができた可能性あるんだけども、これ共産党と組んだことによってまたばらけますよ。もう1か2分の1は無理ですよ。そうするとまたこう左傾化すると、また保守派が出ていくということで、どんどん先鋭化していくと思いますよ。なるほど。小さくなって先鋭化して、いく、さらに左に寄ると、左に寄ると、でマスコミだけが味方になってみたいな政党になっていくでしょうね。ただね、やっぱり共産党と組んでるというのは侮らない方がいいですね。やっぱりマスコミ握ってるし、固定票持ってるから、やっぱそこと組んでる怖さっていうのはありますからね。でやっぱもうこれ共産党化していくんじゃないかな。立憲民主党といえば、まあその象徴といいますか、辻元清美さんが選手で、今はおめでたいことだとは思うんですが、そのあたりは。これ怖いことでもあるんですよ。要するに維新における橋下徹が辻元清美になる可能性あるから、喋るうまいでしょ。多分なるほど、外部というか民間人の立場からメディア露出して、要するに側面支援ですよ。確かにタレント性ありますもんね。で自分がテレビのプロデューサーだったら出したいでしょ、辻元清コメンテーターとして。だからそれの怖さってあるよ。むしろ国会にいてもらった方が安全だったかもしれないとすら私は思っている。なるほど、なるほど。橋本徹がっていうのは面白い視点ですね。だから彼女はタレント性あるし、もう早速毎日新聞かなんかでなんかにこやかで出てたでしょ。ああ、これも使うなっていう感じしますね。続きまして、まあ最初の菅さんとの関係でも触れた、維新ですが、これはもう議席3倍以上に伸ばして。そうですね、これはもう菅さんのせいですよ、もう全ては。菅さんのせいって言っちゃうんですけどね。いや、菅さんが守ったからですよ、維新を。もうこれはもう私負けないよ。私は菅さんありがとうの動画でちゃんとありがとうと言ったけれども、その一点だけは許してないですから。本当維新嫌いっすよね、白川さん。いや、嫌いなんじゃないですよ。嫌いじゃないんですよ。僕は正直ニュートラルなんで。あ、そうですか。ずるいよ。この職業柄ね、あんまりこうどっちかに寄っちゃい。いや、本当に。維新の方にもいろいろ。雑誌の方に出ていただいたりするんでね。もちろん是々非々でね。もちろんそう憲法改正とかに協力してくれだったら、そこはもう大いにやってほしいですし、ただもちろん危ないところがあればそこは危ないよとあと指摘しますし。でもね、岸田さんは維新にはかなりこう、距離を取る立場だったんですよ。で実際にその、維新の方も岸田バッシング始めてたでしょ。ところがですよ、これ会見をするにはもう維新が必要になりつつあるわけなんですよね。そうすると苦渋の選択で岸田さんってやっぱり会見パートナーとして維新が必要、組まざるを得ないというところに来ていて、と維新ってずるい党だから、交換条件にして必ず何か出す。当然地方自治を強化させようって言ってくる。その会見とそれを引き換え条件にした時にどうするって話なんですよね。もう中国が狙ってますから、関西はもうはっきり言うけど、そうするとその時にね、会見とそれを引き換えにするっていうのはこれ厳しいなって思うんだよね。実際その兆候みたいなのはすでに出ている。もう出てます。もうだって、吉村さんが放置新聞の記事で喋ったとこ、ちょっと抜いてきたんで読んでもらっていいですかね。11月2日の記事ですね。岸田総理が本気で憲法改正したいかにかかっている、自民党が腹くくって会見するというのなら協力する、総理総裁の首が飛んでもやるかどうか、やる詐欺に付き合うつもりはない、うちは大将の首を2つ取られていると。これ維新文法なんですよ。脅すんだよね、どうなんだと。でこの維新文法を使う時って自分たちが何かを得たい時なのよ。そのね、これ要するに憲法改正したいのはお前が本気出すかどうかだぞと。本気出すんなら協力してやってくれると、その代わりねって話なんです。確かにその憲法改正の話をしているのに、こう一番最後の「うちは大将の首を2つ取られている」っていうこの大阪都構想の話を持ち出す必要はないとは思うんですよね。いやだから持ち出して、持ち出してるんだから、それは引き換え交換条件である。うちは首2人取られてるぐらい重要課題があるので、それはよろしくねってことを言ってるわけなんです。これ、ずるいでしょ。こういう党だから、いやもはや好きじゃないですか。もはや好きですよ、白川さん。あ、そうですか。もうなんか維新研究家になってあるもんね。続きまして、国民民主党ですね。これはね、なんかうまいポジション取りましたね。国民民主、あと山尾志桜里さんがお辞めになったもんで、なんかネガティブイメージがまるでなくなりましたよね。そうすると自民が嫌いなんだけれども、野党立憲はちょっとっていうところを少しずつこう集めつつあるなっていうところがあって、実は有望なんですよね、国民民主ってね。意外に。だって立憲民主党が共産党と組んだわけでしょ。嫌な人いっぱいいますよ。と国民民主に行きますよね。で今回は一応維新が結構取ったことになってるんだけど、維新はまああくまで地方政党なんで、全国的にどうかって言ってやっぱ国民民主は有望ですよ。あとはもうね、玉木さんがどれぐらいアピールできるかっていうところにかかってると、もうあの方の力量次第というところで、早速維新と連携をするということを言い始めましたよね。分かってるなと思います。だから維新単独体は怖いんだけど、ぜひ国民民主と組んで改憲パートナーになってほしいなと私も思います。なるほど。はい。最後に共産党ですね。共産党はね、これね、もう戦い方変えないと思いますね。ここはもうこれでしてやったりですよ。立憲民主と組んで負けたけれども、これでなんか道開けたと思ってると思います。もうこの方法をずっと続けると思います。もう絶対もう食らいついて離さないですよ、立憲民主は。だからもうなんていうのかな、こうやってこう自分たちの勢力を拡大するのに、これで共産党っていうのは表に出さないで立憲民主を通じてやる政策をこう出すということができるようになったので、ここ怖いですよね。隠れた分怖いっていうところがあります。C さんの独裁は続きますかね。続きます。はい。だって他にいないから育てる気もないし。確かに。それではもうね、ジェンダー平等とか言うんだよね、あそこってね、ずっと独裁やってるくせにね。女性いないじゃん幹部にっていうね。大体選挙もやらないで20何年トップやっといて、なんでジェンダー平等とお前が言うんだっていうね、もうひどい党ですよ。だから他の方がね、よっぽどいい人なんだと思う、あそこって、党員だ政治家が、でないと成立しないと思うんだよな。よくやってるなと思いますね。実際市政の共産党支持の人たちは、いい人が多いとか聞きますけどね。もちろん幹部は、そんないい人ばっかりじゃないでしょうけど、だからいい人の中になんかそういう人がいるとやっぱ上り詰められるんだと思うんだよね、きっとね。みんないい人だから、言ってることを信じるんだと思うんだよね。Cさんもなんか見た目なんかカバオ君みたいで優しそうじゃないですか。まあピュアな人なんでしょう、きっと人格的にはね。ただまあイデオロギー持ってる人は怖いですよ。やっぱり共産党って革命志向だから。最後は一党独裁やりたいという願望は必ずあるはずなので、やれるかどうかは別にして、そういうこう強い思いみたいのはあるので、やっぱ怖いと思った方がいいです。ある意味異宗教、異教徒の人みたいな感じで見た方がいいですよね。そうですね。でここが他の党、イデオロギーのない党と組んだという怖さってあるから、手段として組んでるからね。それは怖さって我々はもうずっと抱えておいた方がいいと思います。ということで、各党見ていきましたが、最後に総括を。総括はね、一個はね、今回の選挙で思ったのは、大物がいっぱいガンガン落選したじゃないですか、小選挙区で。あれ何が起こったかっていうと、結局ね、既得権益なんだわ。公認がもらえる既得権益ってあるじゃないですか、ベテラン議員の。何にもしてない。要するに国政で何も大した働きしてないんだけども、なんか公認もらってずっとこう自民党議員として立てるっていう状態の人たちっていたわけじゃないですか。そういう人たちが結構負けてんだよね。これ何が起こってるかというと、そういう既得権益に対する嫌悪感というのが生まれつつあって、だからフレッシュな候補がいいと思ってる人たちが増えてる。若い人たちがきっと中心だと思うけど、増えてるんだと思います。これはいい傾向と捉えていいですか。ただだから、これからの、党はね、フレッシュな人たちというのをどんどん使えないと、そうやって見透かされてどんどんベテランの人たちがやられるということになると思う。今回の立憲民主党がそうだから、だからスタッフ全部見るとみんな民主党政権の人たちじゃないですか。それじゃダメですよね。であとはもうあれです。もう本当自民党はね、もう大阪ちゃんとしてほしい。大阪自民をちゃんと立て直さないと大変なことになるので、これもう本当ね、本気でやってほしいなと思うんですよね。でまああとはですね、もう国民民主に私は期待します。玉木さん期待できますか。これさ、昔から言ってるでしょ、玉木さんしかいないんだって私は。いやその白川さんおっしゃってるんですけど、玉木さんしかいないわけないと思うんですよね。玉木さんなんでそんな評価してるんですか。だってまともなその党運営してるの玉木さんしかいないんだもん。でも玉木さんとか言ってることコロコロ変わるじゃないですか。まあね、それはその点はね、石薄弱だなと思うんだけど、でもしょうがない、消去法で玉木しか残らないんだから、それしょうがないじゃない。でそしたら我々としてはね、そういうもういろんな傷はあるにしても、そこは目つぶって玉木頑張れって言うしかないじゃない。うん、だっていっぱい人材いるんならいいよ、お前なんかコロコロ意見変えるやつダメだみたいな、でもいなくなっちゃうじゃない、そんなこと言ってたら。だからもう玉木さん頑張ってほしい、私は。はい、ということです。結局はその玉木さん頑張って維新に対抗してほしいっていうのがやっぱ裏に結局はあるんですか、根本。いや、口では言いませんよ、そんなことは。はい。ということで、はい、改めて白川さんが維新が嫌いだと。いや嫌いなんじゃないの、警戒はしてるってだけ。好きか嫌いかで言ったら、まあだってさ、ウィルって橋本徹さんにクソ雑誌って呼ばれてんだよ。好きって言っていいの？いやまあ、うん、つまりダメでしょ。つまり、うん、いやはい、まとめてください。白川さんは維新が嫌いということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。チャンネルのメインとなるのは、数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリー、ドキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では現代の戦闘機や艦船の有志だけでなく貴重な記録映像、ドキュメンタリー作品では環境・エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。